はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということでですね、本日なんですけども、即キワシリーズですね。はい、選手を即極みにして、称号チャレンジしてみたってやつですね。今回はね、どの選手かと言いますと、はい、筒ニッキー・ミナージュ、筒香選手ですね。はい、筒香選手ね、セレクション、まあ動画多分出てからの動画になってると思うんですけども、まあそちらでね、セレクションミキサーでゲットしましたんで、即ね、極みにして、継承して、称号チャレンジしていきたいと思います。で、リアタイで使ってみますね。リアタイで筒香選手1番にして無双したいと思います。では早速レベルマックスにしていきます。はい、ということで70になりましたと。で、次継承ですね。はい、ということで2018シリーズ2以降筒香選手持ってなかったんで、まあそりゃそうですよね、ワンシーズンしか変わってないですけど。はい、じゃあ早速継承いきたいと思います。でね、特殊能力の方プラス2になりますんで、こちら全部3まで上げております。はい、しんどかった。じゃあいきます。ありがとうございました。今まで筒香選手あんまり使ってなかったけど、最終金利値よし、噛んだ、よし。で、ゴートン都合だけにね、よし。で、これでレベルマックスにすると。はい、で極みですね。よし、じゃあ称号チャレンジ早速やっていきましょう。じゃあね、早速称号チャレンジしていくんですけども、筒香選手ね、同値無理なんですよ確か。うん、無理でした。じゃあ早速、もう何でもいいんでいきますチャレンジではないけどね、何でもいいんですね。はいはい、お、いいんちゃう。あー、いいね、 A 乗りましたね、とりあえずね。じゃあもう一つでちょっと極意書つけましょうか。もう一個は2個ぐらいつけよう。行こう、カモン、シュピーンってなって、シュピーンって入った。うわー、マジか。うわー、いや、ミート自慢しておきます。はい、ミートを自慢します。はい、じゃあね、リアタイね、これかなり迷ったんですよね。筒香選手レフトにすると、レフトのティカが DH と、で DH に柳選手がセンターに行ったことによって、センターの丸選手がベンチに下がります。いや、これは丸選手使いたかったけどな。けど福留選手の守備は捨てれないんですよね、ライトで。控えもね、まあ西川選手の動画もまた出すと思うんですけど、西川選手ももう極まってるんですよね。どういう選手やったら西川選手入れるか。ダイソー要員で西川選手入れときましょう。西川選手の盗塁企画の動画またやりますんでね。はい、まだ撮影してないですけど。で、セカンドの浅村選手のところで代打丸選手出して、まあそれおいおい行きましょうか。はい、じゃあリアルタイム対戦、9日ぶりですね。8月16日以来のリアルタイム対戦となります。はい、じゃあ早速頑張っていきましょう。しゃあ、始まりました。めっちゃ緊張する、やばい、やべえ、久々のリアタイ、めっちゃテンション上がる。よし、お願いします。はい、お願いされてますね、僕もお願いします。よーしよし、じゃあ早速ね、気合い入れてやっていきたいと思います。怖えな。よしよし、ナイスボー、いいね、声が出てる、うん、よしよしよし、もう一度落とします。いいね、なんか久々のリアタイ、マジでルーム戦もやっていきたいですね今後。あ、そう、砂のエフェクトつきました、僕、砂エフェクト。何やそれ、ストレートのコントローラー良くなった、うん、あ、やべ、取って、いや、きっちり、マジか、怖っ。うわ、画面暗くなった、マジか。いや、これツーシーム狙ってるなって言ってツーシーム投げるやつね。うわー、うわー、どうしよう、今日ストレートやと思ってるよな多分。うわ、マジか、勝負、もうこれ打たれてもいいです。あぶねいいです、もうこれ打たれていいです。うまい、あぶねー、よし、キャッチャー、よし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 、うわ、中継ぎてー、中継ぎたい、めっちゃ、ちょっと中継ごう早っ、久々のリアタイナで負けたくないんですよ、お願いします、ちょっとダサとか思わないでください、負けたくないんです。うわーわお、うまいな、この人。みんなちょっとレベル、やっぱね、もう今のリアルタイム対戦はね、もうレベル上がってるんですよね、もうほんまに。で、もう蛇行到底すぎますんで、よし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 、じゃあね、筒香選手、セレクション筒香選手最強、やばい、ホームラン、初回ホームランいきます、先頭打者ホームラン、よしよしよし、やばい、指滑らない、うわっ、惜しい、やばい、ちょっとタイミング、久々にやるとタイミング早くなるんでね、あ、やば、
うわタイミング早いわ。うわちょっと待って、めっちゃいいとこおるやん。はい、筒香選手の動画なんですが、もう筒香選手がヒットを打てずにリアタイの動画になります。今からあやばさあ気取り直していこう。西選手苦手やな。はい、もうた。うわ今のホームランにせえて。はい、抵抗、あミスった、リオン忘れてた。どう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 、うわーやべえ、非常にまずい。決め球や、おれボール球は投げないよ。うん、3球勝負ですよ。3球勝負のVIPって言われてますからね、昔から、小3ぐらいから言われてますから、3球勝負のVIP。中継ぎますムラン打たれた、ムランを、ムラン打たれたわ、ムラン。え、これね、打つ人打つよ。よしよしよし、決め球や、3球勝負のVIP。うわえ、おら、いやこれセーフになるな。これ速球シリーズやけどさ、次筒香選手回ってこずに終わりそうやねんけど、どう思う皆さん。もうなんか次なんか普通にさよなら、なんかいい試合して終わりそうやねんけど。よいよ、ゲッツ、これゲッツ、怒る、ゲッツじゃないと怒る、はい怒る、よし。ちょっと同点ビップになるまで集中ビップしていいですか。同点ビップなるまでちょっと集中ビップしていい、2回言うたけど。うわキッズ、ちょっと待って、マジで早いわタイミング。いやけどいけるいける、球見えてきたわ。あー来た来た来た、次行く。よっしゃよし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 、二塁行こう、よしよしよし、これちょっとダイソー送っていい、この回最後にする。あけどファースト守る人おらんわ、やめとこう。うわーボール球やった、マリ渡辺マリ。うわー特殊能力出てよ。いやちょっと待って、ダイソー送ろう。オッケーオッケー、健全な判断、健全な判断。西川選手ファースト守ることを今頭の中でパッと思いついた。タイピンついてる、よし、はい来た、はい来た、ダイソークランでよかった。いや今のけど広角打法ついてたらホームランになってたんですよ。言い訳ビップ発生、よし坂本選手、ここでセレサカ、セレサカ、サカつくみたいな言い方したけど、よっしゃ抜けた。ええ、うますぎ打ちでしょ今の。よしタイピンついてないね、よし、うん大丈夫大丈夫、よしタイピン値とコントロールはついてないよ。ミスった、マジミスった。まあけどけどけど、筒香選手回ってくるし、よしよし、ここで筒香選手で決めたら筒香選手の動画という形で終われるからね。うん、うわ何狙ってるかな、初球ツーシーム狙ってるかな、大丈夫やった。めっちゃいい試合してる。これ甘く入ったらいかれる。あ、オッケーオッケー。ゲッツ頼む。ニッシー。いやどうしよう。いやけどいっか。走られて1点ぐらい取られても俺1点取れるしな。大丈夫やろ別に。うわあ迷うな。ちょっとスライダー投げよう、ここで。ここでのスライダーは頭にないはず。はい来た。よしよしよし、これゼロに抑えた、マジででかい。これけどね、次の回僕手入れないと負けるんで。うまい、はいよしよしよし。じゃあ筒香選手のサヨナラホームランで終わりたいと思います。ウィリアムス、え
JFK の J がここで来る？マジ？うわやばいやばい、特殊能力全部外れたわ。うわタイピンついてるし、しかもよっしゃよーしよっしゃはい、ということでね、筒香選手の動画で筒香選手で終わりました。ありがとうございました。ということで VIP でした。